シント,トロイデンが開幕第5戦となったホームのサンジロワーズ戦で今季初の無失点を記録し0対0で引き分けた前節17日のデンデル戦に続いて GK 国母 DF 谷口小川亮、MF 伊藤亮、山本藤田の日本人選手6人が先発した中相手の剣士を攻略できずに無得点に終わったものの 過去4試合でリーグ最多となる大量14失点を喫していた守備は改善。シュート12本を浴びながら2本のセーブを記録した国防軸に堅実な守備を見せ、今季初のクリーンシートで勝ち点1を確保した。2試合連続の引き分けで5試合を終えて勝ち点2のシントトロイデンは前節の最下位から順位を1つ上げて15位に浮上した。対戦相手のサンジロワーズでは DF マチダが出場し、 両チーム合わせて日本人7選手が先発した。